皆さんというかですね一部タ宅の皆さんの「ずんだもんは知ってて当たり前」っていうふうに言われるのはですねな何かこの「未開部族のですねお前たちはバギを知らないのか森に住む精霊うんばだ知ってて当たり前だろ」っていうふうに言われて「これを知らないお前は人間ではない」っていうんかそんな未開部族の方々のタブを知らないのすいませんねって思うんですけど「ずんだもんは知らんよな」って思うんですけども。 あとあの、配信始まるです、ね、10分前から実はコメントがこう流れるわけですねで僕も大体10分15分ぐらい前かなスタジオに入ってですねコメント見てるんですけどもですね、えー、あのそこでですね、えー「君たちはどう生きるかのです、ね」のパンフレットはいつ発売されるんだろうという、まあ、そういうコメントあったんですけども思わず「あっ7月28日だろ」う?」というふうにこう答えちゃいまして答えるというかですね知ってるわけじゃないんですよ。たただ、戦略としたら、あの 僕が鈴木敏夫だったらどうするのかって考えたらそりゃんか2週後だろうなと考えるんですよね。というのはあのー、客の入りっていうのがどうなるのかわかんないあの都市部ではものすごい超満員なんですけども地方では何かこう微妙な感じがまだ 続いいてるんんじゃないかなかと、僕は思うんですよあの。もう大ヒットなのは分かるんですけどその大ヒットが100億超えれるかどうかっていうのがまだ読めない感じだと思うので,です、ね、僕が鈴木敏夫だったら7月28日つまり公開2週間後に発売するだろうなと2週間後の意味何かというとつまり7月14日までは全ての情報をオフにする。 でそのためにはです、ね、パンフレットも作れないわけですね印刷所とかいろんな人の手に回ったらですね内容がバレてしまうしその ジブリの関係者とかだったらですね秘密は守れるんですけども印刷屋さんとかですね製本屋さんまで入ってきちゃうともう,こう不安定じゃないですかそうなると月日の夜ととかか夕方ぐらら、いようやっ印刷所にるわけですね。そうなるとある程度の部数を吸って日本全国の映画館に配れるのってどう考えてもいくら早くでも7月28日だからで映画を3週で打ち切らせないためには その二週。 公開2週のところから3週目の頭で,ですねパンフレットを売るとまた劇場にですね動員が来るんじゃないのかというふうにですねまああの僕が知っている鈴木敏夫さんだったら多分こう考えるんですよただまあねあの男子3日わざれば活もすべしと言いますからですね鈴木さんもひょっとしたら心を入れ替えてですねマジで本気でいやもう宣伝とかゼロなんだって考えてるかもわかんないのですねその場合はもうわかんないですね。 パンフレットはです、ね、3ヶ月後ということもあるんですよ。3ヶ月ぐらいしてもう映画館での公開も終わってロングランしてるとこもそろそろ耐えてというふうな時にですねパンフレットを出すっていう考え方もあると思うんでもう僕の,あの今のです、ね、これまでの鈴木さんだったらやるっていうのが2週間あ3週2週間後か。 3週目の頭にですねパンフレットを劇場で売り出すあと、えー、ジブリのです、ね、公式通販でも売るっていう感じだと思いますでそうじゃなくて鈴木さんが生まれ変わってたらですね心が綺麗になってたらですね3か月後というあたりではないのかなというふうに思いますけどすいませんこの話長々してしまって、えー、まず、えー、ゲリマンダーさん男性30代 YouTuber の北海道連が岡田さんの動画を上げています。 えー、カイロレンの岡田解像度がいつも微妙に低いのが気になります。私は彼のファンなので、ぐっと耐えてコメントは控えてますが、岡田敏夫は宮崎駿のことを宮さんとは呼ばないだろうと、自分の中の岡田警察を抑えるのに必死です。リアル岡田は自分の娘、ずんだもんに、宮崎駿の新作家は訳が分からなかったと言われたら、何て答えますか ですね。今回本当にねあの人生相談とか質問の中で「あの君たちはどう生きるか」がめちゃくちゃ多かったんですよ。でそれも質問というよりは「論ですねで。私はこう思ったんですけどどうですか?」っていうですね「持論展開」がすごく多かったんであれね本当はね出版物にしたいぐらいなんですけど「<laughs> あの私たちはこう思った」っていう出版物にしたいぐらい集まったんですけども、えー、とにかくですね えー、北海道ンさんがですね YouTuber の北海道ンがですね YouTuber でそういう動画を上げてるっていうのは知ってるんですけどもゼルダ初めてからね YouTube はもう俺あの普通の YouTuber の YouTube 見てないんですよで,で YouTube 見るのに疲れてゲームするのに疲れたら本を読んでるので、まあ、毎日がめちゃくちゃ快適なんですけどもですねなので北海道ンの動画もですねもうあの3か月か下手したら半年ぐらい見てない ですよね。で この,あの聞かれたです、ねえー、と岡田さんの動画っていうのも見てないのでですねただその最後の質問だけは答えられるんですけど、えー、リアル岡田はです、ね、自分の娘ずんだもんに宮崎駿の新作家はわけが分からなかったと聞かれたらんて答えますかという部分なんですけどまあ、すいませんさらに答えられない部分があってですねずんだもんが何か知らないんですよ。 ズンダモンは知ってて当たり前っていういに言われるのはですねな何かこの未開部族のですね <laughs> お前たちはバギばを知らないのか森に住む精霊バギばだ知ってて当たり前だろうっていうふうに言われておこれを知らないお前は人間ではないっていうなんか <laughs> そんな未開部族の方々のタブを知らないのすいませんねって思うんですけどずんだもんは知らんよなって思うんですけども <laughs>。 なのでですねまあリアル娘がもう30超えて結婚してるんですけどももしまだあの娘がですね12歳ぐらいでですね君たちはどう生きるのかを見て、えー、同じことを聞かれたらっていう過程で、まあ、答えようと思うんですけどもまあ宮崎駿の新作は訳が分からなかったと言われたらですねあの一応あの。 おお父,父は、まあ、僕は自分のことを娘の前で父って言ってるんですけど娘もあの母親のことを母って言うし僕のことは父って言うんですけどね。え父はですね「ブルーレイ出たら、まあ、買うから何年か経って暇な時に見たら」っていうふうに答えると思いますそれが答えですね。っていうのは今分かる必要なんてゼロだと思うんですよ。 あの今分かりたいという気持ちはわかるんですけどそんな必要もないしそもそも分かる必要もゼロじゃないですかそんな映画見て評判の映画だから見て分からなきゃいけないっていう考え方がもうおかしくてですねで世界にはもっと面白いことがいっぱいあるんだからアニメとか自分の好きなジャンルにのみに知りたい分かりたいという欲求をこう 制限するのは、それはなんか自分の心を閉じ込めているのと同じでですね。その何かを好きになるっていうのと、何それに閉じ込められるは別問題でですね。別にあの分からなくてつまんなかったら、ああそうかとでも俺はなんかブルーレイ買うよと。でじゃじゃ父は。 あの君たちはどう生きるか好きなんと聞かれたら、好きか嫌いかで言われたらどっちかというと嫌い気味の作品だよなと。ただ、興味深いから、ブルーレイ買って多分ものすげえ止めてみる系って見てニヤニヤするけども、好きか嫌いかで言われた嫌い系の作品だよなと。 と <laughs> いいう,うに答えると思います、ね、でじゃあなんで好きじゃないのブルーレイ買うのって聞かれたらいや俺好きじゃないけどブルーレイ持ってるのは山ほどあるし好きだけどもブルーレイ買ってないものも山ほどあるよなっていうかまあここら辺は何でしょうね興味深いかどうかです。僕はあのあの あの犯罪者の心理描写とかそういうふうなドキュメンタリーとか記録とか見るしあとあの貧困に転落していく人たちの手記とかインタビューとかルボとかすごい読むんですけどもそれが好きかって言われると他人が辛いい目に遭うものって、僕、全部嫌いなんですよ。好きか嫌いかで言うと他人とか子供が辛い目に遭うものは全部嫌いなんですけどもなんか見ずにいられ ない <laughs> っていうですね。ゲス根性なのか何なのかわかんない。それでですね、君たちはどう生きるのかもう好きか嫌いかと言われると多分。 嫌い系列の作品でこれはもう先週話した通りですね、えー、エ,ンタエンタメからアートに逃げ上がってっていうふうに腹の底から宮崎駿に対してはですねまあ年取って体力なくなったから俺もなんか月一で配信休むのと同じように宮崎駿もアートに逃げるのは仕方がないよとだって俺より10歳以上年十歳以上どころじゃないですねうん十7歳年上なんだもうそれは、しょうがないですよね っていうふうに言うんだったらつまんないと思ってもいいけどそのまま何年か何十年か放置しとけば多分自分の中でああなんかこれもいいかもなという結論が出るかもわかんないし出なくてもですね全然構わないと思います。